演舞開演。どうも、本日はナチュラルローソン家庭焼きオットット大津ブランを食べたいと思います。つまりあのブランに作られたオットットというわけですね。オットットの甘味はブランでも出せるのかな。味というより食感というべきでしょうか。見た目はちょっと通常のオットットより小麦が強い感じがしますね。小麦じゃないんですけど、いただきます。そのせいでしょうか、見た目も中身も大人に感じる。いわゆるおっとっと聞いて想像するおっとっとと比べるとちょっと固めで、食感が楽しめるのは良かったのですが、軽い食感をイメージしてる側としてはちょっと違うかなというような感じがしました。まあ低糖質ですし美味しくはありましたので、これでいいかという人もいるかもしれません。やっぱりブランを使ってというのは難しいのかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。